みなさんこんにちは、しおりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回はね、今回はウームからね届いた手紙があるので、今回はそちらを紹介していきたいと思います。でね、今回はまあ4月の終わりぐらいに多分私の誕生日だったんですね。なので私の誕生日プレゼントかなと期待して今回は紹介していきたいと思います。で、一つ報告なんですけどニキビできたんです私ここに。めっちゃ大きいのがさ、真ん中にポンってできちゃったよね。みんなわかるかな。あ、見えない方がいいんだけど。あ、見えない方がいいよね。そうだよね。あえてここにこう矢印とかしない方がいいよね。しない方がいいよね。わかりました、はい、ということで、はい、あそこは気にしないでくださいっていう報告でした。はい、ということで本題に入りましょうか。はい、手紙がねこんなに来たんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここの中は多分まだ見てないんですけど、誕生日プレゼントかなと思って。はい、はい、楽しみですね。はい、じゃあお紹介して。うーん、完全にちょっとサンプレじゃないこれね。でも普通のプレゼントかもしれないけどね。でも多分誕生日プレゼントだと思うよ。あ、時期的に、ね、時期的にね。はい、なのでしほちゃん開けてください。はい、まずどれから開ける？どうします？誕生日っぽいからいきます。うん、いや好きなのから開けな。おお、うん、おお、すごくない？なんかメッセージがついてます。ハッピーバースデーって書いてあるの、うん、4月の21日。いつも YouTube 見てます、これからも頑張ってねって。ミキさんですね。ミキさんありがとう。ありがとうございます。すごいね。鬼滅ですよね。かわいい。開けちゃっていいですか？もちろんです。すごい。じゃあ何が入っていたか一個一個見てみます。中にも入ってる。中に入ってた。すごい。ちょっと紹介しますね。まず、うん、ねずこのポーチが入ってたんですけど、なんかあるなと思って、うん、開けたら、うん、缶バッチとか入ってたんですよ。すごい。すごいよね。すごくない？缶バッジとか入ってて、やばやばと思って。やばい、テンション上げ上げです。ポーチでした。レンズのポーチ。すごい。え、すごいね。すごいね。ね。これ可能いるやつだよね。だよね、あれ。すごい。これの炭治郎版欲しかったんだよね。出るかな。そうだね。しおちゃんも何個か買ってたけど、出てないのがね、あるんだよね。そうですね。うん、炭治郎が欲しい。開けちゃう？開けちゃっていいですか？もちろんです。せっかくね、いただいたので、ここでありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、この開ける瞬間も楽しいよね。炭治郎じゃなくてもいいよ。そうだね、なんでも嬉しいよね。すごい、開けちゃった。もう性格出るよね、こういうのね。なんでしょう。あ、開けちゃった。じゃじゃん。おお、マコモだ。マコモ多分持ってたよね。持ってたかな。持ってたはず。でもね、でもね、かぶってはね。え、でも違うマコモ見せて。え、音違う。同じ。あ、同じか。え、でも嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。これでまたマコモのグッズ一つ増えたね。嬉しい。しおちゃんはね、かぶってもかぶっても全然嬉しいって言うんですよ、本当に。伊之助いっぱいかぶってるけど嬉しいです。伊之助もいっぱいかぶってるんだけどね。続いて、こちらのね、缶バッジ。おー、缶バッジ。すごい、なんだろうね。いきまーす。じゃん。なに？誰かわかる？え、誰？うぶ屋敷かがやっていうの。あのね、うぶ屋敷かがや、柱の、うん、橋なんていうのかな、柱の主というか、うん、あ、じゃあ鬼殺隊の主というか、うん、うん、うぶ屋敷かがや様です。すごーい、すごいすごいね。レアだね。レアだね。レアじゃないの？どうなの？レアではないと思うよ。え、でも嬉しいです。私持ってなかったんですよ。持ってないもんね。嬉しいですね。すごい、産屋敷かがや様が出ました。次は写真。チェキ。チェキだ。24種類もあんだ。24種類、うん、1点がランダムに入っています。だって
すごーい。開けるよ。開けてみよう。ちょっと今白黒がなんか反抗期。反抗期？反抗期なのこれって。いきまーす。じゃん。お、炭治郎だ。炭治郎だ。いいじゃん。いいね炭治郎。かっこいい。嬉しいね。ねえ、よかったね。嬉しいね。うん、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。これいきます。うん、何それ。まず、炭治郎のね。カード。カード。すごーい。ジャンプフェア20ってなんだ。おー、ジャンプフェアでなんか配られたやつなのかな。よくわかんないけど。ジャンプフェアっていうのは、インアニメイト。インアニメイト。アニメイトにあったのかな。そうですね、多分多分。あとそれはハガキだね。ハガキだね。ハガキだ、すごい。煉獄さんとみつりちゃんのハガキをいただきました。かわいい、煉獄さんだ。ハガキになってるんですね。かわいい。しかもで、どっちが好き。煉獄さん。煉獄さんが好き。きょうちゃんは決められないよね。あ、決められないのね。両方ともいいじゃん。迷ってんの。うん、迷ってる。私どっちがどっちも好きなんだよね。うん、じゃあどっちも好きでいい。どっちも好きでいいか。はい。ちょっと白コロがまず反抗期。やばくない？すごい、なにこれ、でかデカンバッジだって。デカンバッジ？本当にでかいね。え、缶バッジなの？後ろは？後ろどうなってんの？あ、一応缶バッジにもできるし、立てることもできるんだ。多分立てることもできるのかな。すごい。こんな感じになってて思っては、裏がね、こんな感じになってて缶バッジもできるし、かけれるのかもしれないし。すごい。なんかあとなんか写真立てみたいにできるんじゃないこれ。これなんだろうね。立てれるってことかな。立てれるってことか。これこうやってさ、こうやって、なんていうの、こうやって。これ立つ？当たった。これでいいのかな。ちょっとカメラが、あ、うん。こんな感じかな。立てる、立てられるってことだよね。すごーい。かわいい。これかわいい。すごいね。かわいいよ、めっちゃ。めっちゃかわいい。すごいすごい。すごいですね。めっちゃかわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんないいものもらってしまっていいんでしょうかね。ね。嬉しい。あ、ちょっと炭治郎が怒っちゃった。炭治郎様が。で、はい、次。ファイルが2枚ですね。すごい、かわいい、このファイル。かわいいね。こんな感じで。裏も見せた？裏も見しました。あ、かわいい。はい。めっちゃかわいいじゃん。かわいいよね。ちょっとそれ、危ないから寝かせとこうか。可愛くない？開けちゃうね。そうだね、開けよう。おお、皮ピンクだし。可愛い。可愛い。これね、中にね、透明の敷居がついてて。本当だ。こんな感じで。はい。おお、立派なファイルだ。ね。ね。可愛い。可愛い。可愛いね。後ろも可愛くない？後ろも可愛い。こっちのデザインも可愛い。ね、ありがとうございます。ね、本当にありがとうございます。すごい一気に増えたグッズが。ね。ね、よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと机に並べたの。こんな感じでございました。はい、ファイル見えないよ。そんな感じで、すごいね、たくさん。すごいね。鬼滅グッズね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。次行こうか。はい、じゃあ次の方ね。みんな可愛い。ね、可愛いね。じゃあちょっと一旦ね、机から下ろして。よし、じゃあ次もプレゼントっぽいの行こうか。はい、じゃあ次お願いします。こちらです。おお、すごい、ちゃんとプレゼントっぽい。可愛い。ね。ということで、開けます。はい。可愛い。いきますよ。はい。じゃじゃーん。わー、すごい、ピンクだ。あ、可愛い。可愛いよね。夏っぽい。これからの時期にいいね。まずポーチが入ってて、ピンクのね、ケイコのポーチの中にいっぱい入ってる状態なので、はい、紹介していきますね。なんだろう、これ手紙ですね。あ、そうだね。後で読みたいと思います。はい、じゃあちょっと、もしお名前書いたのかな。お名前はない
みたいだね。どっかに書いてあるのかな。名前がちょっと書いてなかったです。はい、はい、でもね、後でちょっとじっくり読みましょう。はいはい、まずミラー。おお、ミラー、ユニコーンのミラー、ピンクのユニコーンで、かわいいですね。かわいい。スクイーズ？ミンクの亀のスクイーズ。懐かしいね、なんかね。カメロンパンだよね。カメロンパン可愛いよね。可愛いよね。ありがとうございます。すごい。久しぶりになんかスクイーズに触れた気がする。確かに。何それ？ペンライト。ペンライト。ピンクのペンライト。可愛い。ミニサイズなんで。可愛いね、これ。いいんじゃない？こんな感じで。うん、で、おー、水筒だ。水筒だ。かわいい。なんかね、特殊じゃない？本当だ。特殊ですね。いいじゃん。いいね、お部屋で飲めるじゃん、水。水分補給。ちょっと水大好きだからね。そうですね、水大好き。うん、ありがとうございます。ね、ピンクピンクでいい感じだね。ね、本当に。うん。可愛いね、ピンクで。可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。手紙後で読みますので。はい。はい。可愛いね、ポーチとか。うん、めっちゃ可愛いです。次行きまーす。はい。これ全部同じ人かな？いや、わかんないんだよね。なんかね、届いた時からその袋に入ってたから。あー、何人かいそう。じゃあちょっと、もうでも出しちゃおうか、全部いきますよ。うん、おお、これがお手紙ですね。あ、一人の人かな、これ。うん、ね、どうなんだろう。こちらね、お手紙いただきました。ね、さきほちゃん、さきほちゃんかな。さきほちゃん、ちゃん、ありがとうございます。ね、お手紙ね、読ませていただきますね。はいはい、じゃあ他は何が入ってたかな。アクアビーズ。アクアビーズ、すごい。海のね、うん、人手とか、うん、クジラとかクラゲとかいっぱいいます。ママの好きな、あ、チンアナゴ。そう、チンアナゴ。チンアナゴ、いっぱいいます。ありがとうございます。海の生き物だね。次にメモですね。おー、ピンク、かわいい。かわいい。ありがとうございます。あとノート、ピンクのノート。かわいい。何のノート？普通の、あー、普通のあのノート、ね、これなんて言うんだろうね。かわいい。何ノートって言うんだろう。しょうちゃんはやっぱピンクだね。ピンクだね、ピンクっていうイメージで。私ほんとピンク好きだから。そうだね。ありがとうございます。なんかおしゃれなのだね。うん、おっ、これもまたかわいい。これピンクのファイル。ファイルだね。わ、ありがとうございます。中もいっぱい仕切られてんの。あ、なんかすごいね、いっぱい仕切られてる。そこめっちゃ3つぐらい、なんか4つ、すごいね、いっぱい入れられるね。はい、はい、すごい、使えますね、これ。使えますね、これ学校で。ありがとうございます。え、かわいい。かわいい。なんだろう、これ。ライトの上に乗せると綺麗に見えるよ、振ってね、だって。なんかピンクと水色っぽいから、一個リミちゃんかな、多分。そうだね。じゃあライトをちょっとスマホでやってみますか。これが入ってて振って、うん、じゃあちょっとスマホのライトでこれをね、こう振って、あ、ライト用意しました。うん、はい。で、これを振って、うん、ライトの上に乗せるとこんな感じ。おー、綺麗。綺麗、めっちゃ綺麗。これは癒しだね。ね、なんか水色はリミちゃん用かなとかね。そうだね。これも水色も、じゃあちょっと。おー、いいね、またこれ綺麗だね。ね、すごい。紫のキラキラが入ってるんだ。うん、こっちは透明だね。ね、ピンクかな、うっすらピンクかな。ね、え、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで次にね、はい、メモ帳、メモ帳、スヌーピーのメモ帳が入ってました。いい、スヌーピーかわいいよね。かわいいね。ママもスヌーピー好き。ありがとうございます。はい、犬だし。
続いてイヤリングです。すごい。こちらのイヤリング、あ、めっちゃ可愛 いよね。可愛 いんですね。センスある。ねえ、センスある。ありがとうございます。イヤリング最近してるしね。確かに、うん、確かに、うん、私最近してるのママからもらったものなんで。あ、そっか。私センス悪いのかなんか、うーん、とか言って、うん、スクイーズでーす。わー、久しぶり。かわいい、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ガチャコン、かわいいね。かわいすぎ。この封筒いきますね。なんだろう、音からして鉛筆じゃない？そうだね、鉛筆っぽい。え、嬉しい。すごい、鉛筆はね、使えるもんね。ほんと何本あっても嬉しい。すごい、見てください、これ。ほんとだ、かわいい。いっぱい色鉛筆、色鉛筆の、いっぱい鉛筆が、うん、ありがとう。みちゃんも使えそうだね、ディズニーとか、ね、ディズニー。すごい、グリーメンとかも入ってるね。うん、ピンクとね、ピンクと、あ、しょうちゃん好きそうなのね。スーピーと、この辺好きそう、このピンクの。これ好き。こんな感じで。はい。ありがとうございます。ラストですね。こちらの袋。ウームって書いてある袋、何でしょう。ここはなんだ。多分なんかウームの人が多分まとめてくれたのかもしれないですね。いきまーす。はーい。おお。あ、怒っちゃった。すいません。かわいい。映ってるかな。映ってないです。すいません。ちょっと鉛筆持ちちゃった。はい、こんな感じで。どうかな、映ってる？こんな感じです。映ってますね。すごい。で、まず一つずつ紹介していくと、これがカービィのペンだね。ボールペンです。これなんか前さ、UFO キャッチャーで撮ったっけ？ね、でも黒バージョン持ってなかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。最近流行ってる人参とかの、あ、キャップ、野菜のキャップ、かわいい。最近人参は流行ってるよね。うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ペロペロキャンディーの消しゴムかな。消しゴム、ありがとうございます。かわいい。かわいい。もちもちパンダの3つの消しゴム。かわいい。リミちゃん好きそう。すごいかわいいですね。ありがとうございます。はい、これ手作りで作ってくれたのかな。多分そうだね。かわいい。かわいいね、これ。美味しそうな。お菓子っぽい。お菓子っぽいよね。茹でるから、うん、え、めっちゃ映えるやん。上手だよね、ありがとうございます。ね、手作りね。次いきますね。はい、次は、消しゴムでーす。かわいい。なんだろう、あ、パンの消しゴム。パンの消しゴムですね。かわいいですね。はい、続いてラスト。タピオカだ。猫が上にいるタピオカのキーホルダー。かわいい、これ。めっちゃかわいい。かわいいね。最近タピオカ飲んでないね。今日作ろっか。そうだね。そう、作ればね、あるんだよね。かわいい。ありがとうございます。はい、じゃあね、本当に皆さんこんなにいっぱいね、はい、作っていただいちゃって本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいよね。嬉しいね。いっぱいいっぱい、うん、はい、ということで今回はね、プレゼントをね、紹介してみました。みなさん、ありがとうございます。本当に感謝しかありません、ね、ありがとうございます。すごい、ありがたいですね。はい、はい、これからも皆さんのね、その優しさにね、応えられるようにね、動画も頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。